ブルーベリーの驚くべき効能8選。ブルーベリーは北アメリカ原産。現在でもアメリカが最大のブルーベリーの生産地、そして消費者数も世界一です。ブルーベリーには特徴的な味があり、ケーキ、ジャム、ワイン、その他のいろいろな用途に使用されます。美味しいだけではなく、身体に多くのメリットをもたらす必須の栄養素を豊富に含んでいるため、たくさんの人に愛されています。その小さいサイズにもかかわらず、抗酸化物質の濃度が最も高い食品の一つです。私たちの身体は、フリーラジカルによる細胞の損傷を防ぐために、抗酸化物質を必要とします。その他にも、ブルーベリーに含まれるビタミンやミネラルは、多くの病気の予防と治療に役立ちます。まだブルーベリーの素晴らしいメリットを知らない方に、今日は8つのメリットをご紹介したいと思います。1、がんと戦う。ブルーベリーの強力な抗酸化物質は、様々なタイプのがんが発症する危険性を下げます。抗酸化物質は、フリーラジカルや環境汚染物質から細胞を保護します。これは、腫瘍の増殖を防ぐためにとても重要です。ブルーベリーには、悪性細胞の変異を避けながら、DNA の修復と合成を助ける葉酸も含まれています。2、骨や歯を強くする。この小さな果物に含まれる必須ミネラルは、骨密度と歯の健康を保護するのに役立ちます。ブルーベリーを食べる習慣をつけると、骨荒れ症状や歯の健康に影響を与える感染症の予防ができます。実際、以下の栄養素が含まれているため、カルシウムやビタミン D の吸収を促進すると証明されています。ミネラル、カリウム、鉄、マグネシウム、亜鉛、マンガン、ビタミン K。3、心臓の健康を守る。お伝えしたように、ブルーベリーにはかなりの量のカリウムとマグネシウムが含まれています。これらは身体の炎症を鎮め、心疾患のリスクを軽減するのに役立つ3つの必須ミネラルです。これらの栄養素は組織内のバランスを整え、高血圧や心臓発作の発症の可能性を下げます。さらに、細胞の循環及び酸素供給を改善します。これによって、心臓が過剰に働き負担がかかるのを防ぎます。4、糖尿病を予防する。血糖値が高い人や糖尿病のリスクがある人は、この小さな果実に救われるでしょう。ブルーベリーには食物繊維と酸化防止剤が含まれています。体内に吸収されると血糖値を下げ、砂糖をエネルギー源に変える代謝プロセスを促進します。5、記憶力を上げる。ブルーベリーを頻繁に食べることと高い記憶力は興味深く関係しています。
酸化防止剤が酸化ストレスを最小限に抑え、認知障害を引き起こす細胞の損傷を減らすと研究で証明されています。これらの化合物は、他のビタミンやミネラルとともに、脳活動と中枢神経系を正常に保ちます。これらの働きにより、認知症などのリスクを低下させます。6、尿道感染症と戦う。アルカリ性の pH と抗菌性化合物のおかげで、ナチュラルなブルーベリージュースは、尿道感染の予防と治療に有効です。ブルーベリーは、細菌が増殖している環境を正常な環境に切り替え、その抗炎症作用から痛みを和らげます。尿の生産を促進し、腎臓から老廃物をきれいに体外へ排出する手助けをします。7、目の健康を守る。さらに、この果物にはカロテノイドとかなりの量のビタミン E が含まれています。これらは視力を改善し、目への感染症などを予防します。強力な抗酸化物質が網膜やキマダラを保護し、白内障やキマダラ変性症などの病気も予防します。さらに、ストレスが原因で起こる目の充血や乾燥などを自然に治療してくれます。8、お肌を若々しく保つ。最後に、ブルーベリーを定期的に食べると、身体の内外から早期老化を予防することができます。まず、抗酸化物質は、過剰な炎症が原因で起こる慢性疾患のリスクを減らします。そして、お肌の老化を加速させる細胞の損傷を遅らせます。果物、ナチュラルジュース、どちらとも、老化に伴うシワやたるみを防ぐのに役立ちます。